どうもこんにちは、塾の久保です今回の暗号通貨ニュースはですねまあここ最近では最も可能性があるんじゃないかなと思う暗号通貨の稼ぎのチャンスですねもちろん私もここにまあ、ちょっとね乗ってるわけなんですけどもやっぱリップルですよね SEC 訴訟がもうそろそろ決着するわけですがまあ、それがですね3月末までに終わるんじゃないかなというふうに目算を立って,てるんですよでこの訴訟リップルが 負けてしまえば当あ悪い結果になってもねそんなにねまあ大暴落ってことにはならないと思うんですよで逆にですよ訴訟が跳ねのけられてリップルがまあ無色透明無罪になる可能性は非常に高いと私は踏んでるんですよねまあそうなった時のおまあ爆上げとはまでは言,い言わないですけどもね、まあ、少なくとも、まあ、2倍とか3倍ぐらいになっていただければそこは大いに この暗号通貨業界にチャンスが来るんではなかかろうかと思いますそして昨今なんですけどもずっと低迷していた、まあ、ビットコインをはじめとする、まあ、アルトコインこちらの方が価格を持ち直してきているところもあったりあとはね FTX のおー例の破綻の騒ぎがありましたけども XRP はねそれに巻き込まれてないんですよねあんまり関係ないということなんですよリップルはリップルで XRP ですね XRP は XRP で独自の動きを 押しておおりますので、おそらくね、XRP による影響はは限定的なななんでいいかなと思います。まあ、その中で、本日1月22日価格は53円をマークしてますけども、これは2週間前の45円から考えると、まあ7、8円の伸びを見せてるのかなっていうところですよね。で、リップルってのは一番私が思うのに、 取得単価の適正だったのは42円だったかなと思います。そこから190円台で売却ってことが一旦できまして、まあ大きく利確をすることができました。それでもう一回波が来るとしたらこのあたりかなと思っていたんですが、まあ,あ、そうですね、40円50円あたりで仕込むことができればと思います。で、 AI と、A、専門家による予測でもですね、リップルは価格が上昇するというふうに言われていることが多くて、まあ私も少なからずリップルの専門家でずっとやってましたんでね、一度は大きく理覚をしたものですから、まあ二度目の今回の仕込みも、まあまあ当たるんじゃないかなというふうには思っております。で、リップルの裁判というのは実はね、2023年の初頭までというふうに言われていたんですが、11月の16日だったですかね。 えー、アメリカのコインベースがリップル社を支持する法定助言書を提出して、これが有利に働くというふうに私は見ています。2023年の3月末には、えー、判決が下るんではないかなと思いますけど、今のところね、最初の勢いはどこやら SEC も訴訟の全てをですね、えー、まあ多分、通せずに、 終わるんでリップルは世界的な大手企業と提携していて今後もリップルネットワークが拡大されるっていうのは大いに期待されてるんですよそういう意味でも市場の混乱っていうのは避ける意味でも、うん、判決はリップルに有利に働くような気がします、まあ、そもそもリップルが XRP が何か訴訟に、うん、耐えられるようなね、うん、なんかその重大な箇所を持ってるっていうのは今のところ発見されてないんですよですのでこの訴訟は取り越し苦労にに、終わるという,ふうに この数年間私もずっと思ってましたけどね。うん、で、もしね、暗号通貨で何か稼げるなネタを探している方で最もシンプルに行こうと思ったら、この XRP に、まあ、ちょっとかけてみんなどうかなと思います。例えばね、10万円とかでもいいと思うんですよ。で10万円って作れない方はそもそも投資に向かないと思いますけども、まあ、10万円がね、20万とか30万になったっていう体験だけでもなぞっておければ、 今後のね、投資人生に大きな経験になると思いますからね、自信にもなると思いますんで。で、あとね、私自身はもうちょっと大きな利益を狙っているんで、前回放送したぐらいのことは考えています。結局投資って人生が変わるぐらいの、うん、利益が狙えないんだったら私はやらないというふうなフェーズまで来てるんですよね。まあですんで、えー、多くの方が まあ、投資は自己責任と言います。もちろん私も自己責任で、人生を良くするために投資をするわけですから、あここで一勝負かなというふうに思ってますね。で、値段が落ち着いて、リップルに、要するに値段がね、バーンと上がるにしても下がるにしても落ち着いてから、みんなが注目したときにリップル見てもしょうがないんですよね。うん、ですんで、今のうちにまだ多くの方が忘れていて、逆に言うと FTX の影響で、 暗号通貨市場がね冷めてるとき多くの方がもうねコインマーケットキャップにアクセスせずに価格をもう忘れてしまってオワコンだと言ってる時が仕込み時であり流行ってる時っていうのはどっちかっいうと売り時なんですよねそういう意味で言うと当然注目されるべきエク p ピーの訴訟リップル訴訟がちまたにニュースになった頃っていうのはまさに売り時なんだろうなと思ってますんでまあ損失はね損失で。 受けけ入れていいいかかなななくちゃいけないかなと今回 XRP を購入した費用の全部がなくなってもそれは後悔がないような自分の生活に傷がつかないような、まあ、そんな金額で勝負してみようかなと思います。まあ、今回はね、えー、大きなファンダメンタルの材料に乗っかっていくような形で超反爆地みたいなもんですけども今回の超反爆地は部外んではないかなと思いまして、えー、私の、ね、今の気持ちをお話したところでございます。な、う、な、ん、なかなかかいいいチャンスじゃないですか私が暗号通貨 まとめて買うとしたらこんな時ぐらいしかないですからねそれこそ1年に1回も暗号通貨を買うことはないわけですけどもその34年に一度の購入チャンスが今回来たんではないかなと思ってますもちろん乗るかそるかああ結果はあなた次第私次第ということになりますんでこの動画に影響を受けないようにまあ気をつけてくださいそれでは失礼します